はい、どうもことです。今日はね、アレキサンドロスのアルペジオの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングのBPM が108ですね。でカポを1フレットにつけてもらって。じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあイントロのアルペジオからやっていきます。はい、これ結構テンポが速いんで、ゆっくりテンポ落としてからやった方がいいと思います。なるべくずっと右手はオルタネイトでやってもらって、で結構難しいアルペジオだと思うので、ゆっくり練習していけばできると思います。はい、これ多分、タブ譜出すと思うんで、じゃあ次ちょっと B メロいきたいと思います。あ、ごめんなさい。B メロがちょっとね、聞き取りづらくて、あんまり、というか多分違うので、雰囲気でコピーしちゃってるんで、あんまり信用しないでください。はい、多分だいたい雰囲気こんな感じです。はい、ここも、右手をしっかりオルタネイトで、じゃあ最後サビいきます。はい、ここ普通にコード弾きの方をやってます。最初が A マイナーですね。で、次が F です。で、次 C 行って、で、G。で、最後に E が入ります。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。タイトルの通り結構アルペジオが多いので結構苦手っていう人多いと思う。僕も結構アルペジオ普段弾かないんでいい練習になったんですけど、よかったら下の概要欄に各種 SNS の URL 貼ってるんでよかったらフォローお願いします。あとまたリクエスト曲とかあればぜひコメント欄にコメントお願いします。よかったらチャンネル登録も最後お願いします。ではまた。